ここにあれ。 勝利を捧げる。 規制を制する。 救済を進める。 簡単には見つからないものだな。そういえばバルキリーには羽があるはずだが、空から探すことはできないのか。アンデッドを借りながら探す方が効率的だ。より多くの不浄な魂を浄化するのが私たちの。どうした？視線を感じた。向こうだ。 ジロジロ見てごめん。人に会ったのが珍しくて。こんにちは。旅の人たちだよね。ああ、
そうだ、二人で旅をしている。俺はイーゴン、こちらはマリア。君は？俺はアルマン。奇遇だね、俺も旅をしているんだ。世界はこんなになっちゃったけど、探しているものがあってね。君たちも何か探しているみたいだったけど、もしかして不思議な木を探してたりする？ああ、その通りだ。さっき不思議な木がある場所を見かけたんだ。よければ案内するよ。それはありがたい。待て、その話は信用できるのか？何か企んでいたらどうする？おい、本人の前で言うことじゃないだろう。せっかくの手がかりなんだ、使えるものは使った方がいい。なるほど、一理ある。その場所まで案内してくれ。わかった、ついてきて。まったく、人間と親族の仲介は骨が折れる。今が浄化の時だ。世界の救済を進めねば。その運命に終止符を打つ。死ぬ気を生きない。俺の力だ。
これは救済だ。恐れることはない。ここだよ。どう、探してた木かな？ああ、間違いなくこの木だ。大当たりだな。すごいじゃないか。待て。どうした？この気配は。すぐに浄化してやろう。その上に収束を待つ。凶問する神の威嚇。炎の剣、
こいつは強き魂の持ち主よ。お前の名は何という？私の名はサイファ。サイファよ、お前は神の戦士に選定された。その栄誉を欲するならこの手を取るがいい。私は栄誉など欲しません。この世にはもう私が欲するものなど。なぜ人として最高の栄誉を拒む？気持ちはわからんでもない。俺も一度は断っただろう。不可解な。まあいい、まずは木からだ。これだけ多くの魂を浄化できたなら、オーディン様の力もさらに戻っていよう。あの、今のは何をしたんだい？お前には理解の及ばんことだ。道中の案内には感謝する。うん。それじゃあ、俺はこれで。また会おう。不思議な青年だったな、うん、世界はこんなありさまだが、探し物が彼の希望となっているのだろう。人は希望があればどこまでも頑張ることができるからな。私にはわからんな。おい、急にどうした？俺、なんでこんなところで。なんだこの傷。おかしいな。何があったんだ。全然覚えていないぞ。とにかくどこかで傷を見てもらわなきゃ。大切なことを忘れている気がする。そこにいるのは誰だ？おい、何をしてる？おい、ヴァルキリー、大丈夫か？ああ。突然反応がなくなったから驚いたぞ。夢でも見ていたのか？問題ない。サイファの魂の律動を追うぞ。ヴァルキリー、大丈夫か？反応がなくなってから様子がおかしいぞ。気にするな。
ならいいんだが、それにしても人が暮らしている形跡が見当たらないな。生存者がアルマンだけということはないと思うが。生きた人間を発見することはそんなに重要か？これほど崩壊した世界であってもまだたくましく生きている者がいる。その事実だけで救われるような気持ちにならないか？理解ができんな。行くぞ。やれやれ、バルキリーとの感覚の違いにはまだ慣れないな。そういえば、世界の崩壊が始まる前はどうしていたんだ？私は世界の崩壊を止めるために創造された存在だ。創造されたか、あまりピンとこないな。どういう状態なんだ？何を知っていて何を知らないだとか。私の使命はオーディン様から受けたまわった世界救済の命を果たすことだ。それ以外のことは知らん。興味もない。そうか。魂を今解き放たん。
我が精鋭と入れよう。当然の結果だ。歪みし魂よ、今解き放たん。先を急ごう。王子様、お名前を尋ねるなんて失礼なご念をいたしました。気にするな。それよりもその道具のことを教えてほしい。今日は勝利のためにメッセージを。安らかに散るがいい。
層が将来を取る嘘だ。断りに従わぬ者よ。その運命に終止符を打つ。手こずらせてくれた。我が使命により貴様らを召喚せ。
まずはご自分の体調を最優先にお考えください。王子に万が一のことでもあれば民衆も混乱します。お前はよく見た。養生を心がけよう。最後は頼んだぞ。神に逆らう愚か者たちも。行くとするか。